本日は編集局経済部の田中記者ですよろしくお願いしますよろしくお願いします本日は田中記者が取材執筆した記事脱ロシアでエネルギー市場の混迷に白車日本企業も代替先に奔走について聞いていきますまずはその記事の冒頭を紹介しますエネルギー確保をめぐる総力戦が加速しているロシア産天然ガスの供給途絶に備え欧州連合 EU は節ガス実施に踏み切り 日本企業も代替調達先の確保に奔走している。ただ欧州のエネルギー高は収束せず日本企業では供給途絶時に今冬を乗り切れる見通しは立っていない市場では液化天然ガス LNG の長期契約交渉が活発化しているが日本勢の影は薄い。 脱ロシアに伴うエネルギー市場の混迷に拍車がかかっているということなんですがまずあの記事でエネルギー確保をめぐる総力戦が加速しているとありますけれども足元の動きを教えてください、はいえー、まず皆さんご承知の通り2月にウクライナに軍事侵攻したロシアへの経済制裁によって、えー、ロシア産の天然ガス、えー、石油、石炭の供給量が減少するとの見方が強まっていて 実際に日米欧の先進国は輸入の停止などに動き始めています。そうすると先進国は代替先から化石資源を輸入する必要があるので国際需給が逼迫しエネルギー源となる化石資源の確保が難しくなっていくというのが足元の基本的な構造になっています。特に低炭素燃料として需要が高い天然ガスはもともと需給がタイトな状況にあります。 えー、欧州はロシアへの天然ガスの輸入依存度が約4割と高いため欧州はまだ天然ガスを制裁の対象にしていませんでしたが足元では逆にロシア側が報復的とも取れる措置を取って欧州への天然ガスの供給量を絞り込んでいるため需給の逼迫が一段と高まっている状況です。えー、こののため欧州各国はロシア以外からの天然ガス調達を急いでいでますし この8月からは欧州連合加盟国がガス消費を15%節約することで合意に至るなどエネルギー確保をめぐる動きが活発になっていますまた、えー、米国はエネルギー自給率の高い国なので、えー、米国自体はエネルギーの確保に関して他国に比べると困らない状況ではありますが、えー、ロシア制裁によって原油の国債相場が高騰していますので高インフレに悩まされています。 そのため7月にはバイデン大統領が自らサウジアラビアを訪問して、えー、サウジアラ,ビにずアラビアに増産を要請する事態にまで発展するなど、まさに世界的にエネルギー確保に向けた総力戦が展開されています。そうした状況の中で、日本企業も代替調達先の確保に奔走しているということなんですけれども、このあたりの状況はいかがでしょうか。 はい、日本も先進7カ国の集まりである G7 の合意に従って、ロシアからの石炭と石油の輸入を段階的に廃止することを表明しています。日本はこれまで石炭の輸入の1割程度、石油の輸入の4%程度をロシアから調達していましたので、代替先からの調達に切り替えていく必要があります。 実際に日本の電力会社ではオーストラリアやインドネシアといったもともとの主要輸入先からの調達を増やそうとする動きがありますし石油元売り業者では中東が石油の代替調達先の候補となっていますさらに日本では LNG と呼ばれる液化天然ガスの輸入の1割をロシアから調達しています LNG は国際需給の バックが激しいこともあって制裁の対象にしていませんが日本企業が参加するロシアの LNG 事業サハリン2をめぐっては日本企業が持つ権益などをロシアを法人に無償状とすることを命じる大統領令に、えー、プーチン大統領が署名するなど先行きの不透明感が増しています、えー、日本政府は日本企業がロシア法人に出資することを通じてサハリン2への権益を保持する方針ですが 今後、具体的にロシア側との交渉などがどのように進んでいくかは、予断を許さない状況になっています。仮にロシアからの LNG 供給が途絶した場合には、需給がすでに逼迫している LNG 市場で、高値で追加調達をせざるを得ない状況となるため、日本の電力会社などは、ロシア以外のもともとの調達先との間で、追加調達の交渉などを進めている状況ですが、 このお2022年度において、えー、ロシアからの供給が途絶した場合の不足分を補える見通しが立っていない電力会社もあるのが現状です。なるほど、まあ、そうした影響でしょうか、日本では今冬に向けて電力価格の高騰が懸念されるそうですね。はいえー、日本の電源の約4割は LNG 火力が占めますが。 LNG 火力の電力料金は、LNG 調達の主流である長期契約における LNG 価格の変動の影響を大きく受けます。LNG の長期契約は、原油価格に連動して決める形態が最も多いのですが、この原油価格が電力料金に反映されるには、財務省の貿易統計における原油の輸入価格を、まずは LNG の輸入価格に反映し、 それをさらに電力料金に反映するという工程を経ることになっているので、半年以上のタイムラグがあります。したがって、原油価格は今年の3月と6月に特に高騰しましたが、この高騰は今年の冬以降の電力料金に反映されてくる見通しとなっています。日本では家庭向けの電力料金の多くはすでに上限に達していますが、 工場などで使う特別高圧や高圧の電力料金は、多くの電力大手が上限を撤廃していますので、今年の冬にかけては製造業などで電力コストの一段の上昇が見込まれているところですありがとうございます。今ちょっと触れていただいた LNG について、足元では長期契約交渉が活発化しているそうですね。 はい。脱炭素社会への移行期では、低炭素燃料として LNG の需要が見込まれることもあって、米国を中心に LNG の生産計画が活発になっており、消費国側もそこからの LNG 調達を確保するため、中国企業などが長期契約の交渉に乗り出しているとこ,ろですこちらも日本企業の動きというのはいかがですか。 はい、今のところ長期契約の締結に関して表立った動きは見られません日本にとっても引き続き LNG は主要な燃料となりますので調達量を確保したいところですが各電力会社などにとっては電力市場の自由化によって多くの電力小売り業者が参入してきたことで自社の発電需要が見込みにくくなっています。 さらに2020年代終盤以降は先ほど申し上げた LNG の生産プロジェクトが立ち上がり LNG の供給量が大幅に増加して需給が緩和し長期契約よりも足元のスポット市場で調達した方が安く LNG を手に入れられる可能性も指摘されています。 今、LNG の売り主側が求める20年といった長期の LNG 調達契約を締結することには、慎重な判断が必要となる可能性もあります。また、2030年代に入れば、脱炭素化の進展で LNG の需要自体の減退もありうるため、長期契約の交渉に積極的になりにくいという環境にもあります。長期契約の締結で、中国など他国との競争に勝つためには、 政府によるリスクマネーの供給や、三ガス国との協調関係の構築などが求められる一方で、どの程度の量を長期契約で確保するかは見通しが立てづらく、非常に難しい局面にあると言えます。ありがとうございました。今後のの田中記者の記者事にぜひ注目してください。